そういったことで今回もメタルスラップタクティクスやっていこうと思います。クラークです。バリバリバルカンパンチ出せ妹のフランドールです。それはルフの方やろ、姉のレミリアさんです。こんなことより最近動画時間長すぎて視聴者に飽きられてるんで、今回は巻きでいつものネタビルド紹介動画していきます。アップデで新要素を買ったんで、つい説明長くなってましたからね。さらに今回は視聴者人気取り戻すためにも、アップデで大幅強化された絶賛人気急上昇中のエキゾチック LMG を使ったビルド考えてきたぞ。こういったことで TU22 で超絶強化されたこのアイアンラングさんが今回の主役です。ペスティレンス使え。お前らブルスクやブレキンの気持ち考えたことあんのかよ。すべてのエキゾ武器の最底辺サクラムインペリウムよりはマシです。最近はみんなペスティレンス使ってますが、このアイアンラングもなかなかに悪くない性能してますよ。固有タレントのアーデントは、相談数の半分以上を連射することで、炎上効果を発動できるって微妙な性能。メガキャンやめてください。確かに炎上はメカ系には効果ないし、発動システムもいまいち使いづらい性能。とはいえ人型相手だと、炎上拘束できてスリップダメージも入るし、ワンマガで発動できるんで速攻性もある。そして武器モッドのアンダーバレルが、クリダメプラス 10% から 20% に性能ウープ。クリダメ 10% アップはかなりでかい。あと基礎ダメージが下がったものの、リロード速度が 5.6 秒から 3.26 秒と大幅に短縮したのが最大の強化点。ベースの MG5KLMG が、相談数58と少ない割にリロードが遅すぎるって謎仕様だったんですが、今回のアップデでリロ速大幅改善で使いやすくなりました。3秒ちょいならハンドリング軽く盛れば2秒台になるんで、AR やライフル感覚でマグチェンジできるようになりますから。サブ武器はテケトーに AR 積んであります。リュック、グローブ、ニーパッド、マスクの4箇所には、ストライカーギアセットを装備。コア特性青を埋めながら、リュック込みストライカー4セットで火力バフも十分。ただしリュックタレントは TU22 でナーフ入ったんで、1スタックあたり1パー上がったのが 0.9% と若干の火力低下。まあこんくらいの弱体ならまだまだストライカー最強時代継続やろな。この辺のナーフは全然ええんすけど、他のギアセットはもっと情報修正してよかったと思う。特性にはアーマー回復適度に入れて、装備モッドはクリティカル系で固めて火力底上げ。上着はベルストーンブランドで自動回復 1% 発動。忍者バッグ使わない場合は、やっぱこのベルストーン1V での自動回復がめちゃくそ便利。さらにタレントには必殺技のアンブレイカブル保険で、1分ごとにアーマー 95% 即時補修できる安心の24時間電話対応。ないです。やっぱ LMG だと半盾使えないんで、打ち合いでの被弾対策がないと相当きついんすよね。逆にアンブレあればかなり強引に打ち合える場面増えるんで、結果的に火力上がるとも言えますから。そしてホルスターには注目の新ぶっ壊れエキゾ、センチュリオンの鞘が満を持しての登場。固有タレントのカウンターは、連射速度&武器ダメ 20% 上がる火力バフと、相談数とリロ速が上がって即リロ効果もある装填バフ。2種のバフをメイン武器切り替えごとに発動するってユニーク性能。今回は火力バフの方だけを使っていきます。つか2種バフ重ねがけしないんすか？ハンドガン、グレネード、投擲型スキルヘの持ち替えで、1つの武器に2種類のバフを重ねがけできるんですが、持ち替え動作が非常に忙しくなるので、今回は基本メイン武器2種だけ持ち替えで、火力バフのみをアイアンラングに発動する方針です。リロ速速くなったんで、持ち替え速リロしなくても十分快適ですから。スペシャリゼーションはガンナーを選択。スキルにバンシーパルス使いたいんで。そのバンシーパルスは、スキルクラス1でクール26秒、混乱効果時間は 4.4 秒。初手こいつでひるませて、敵の混乱中にアイアンラング全弾発射して、さらに炎上拘束させるって寸法。人型の敵限定ですが、混乱と炎上を交互に発動することで、ずっと上のターンできるってのがこのビルド最大の魅力なんよ。もう1枠には定番のリバイバー保険で、あとはシーズナルモッド。アクティブには総力戦入れてますが、正直ここはお好みで OK。むしろアクティブモッド全然使ってないまである。効果時間短いしクールタイムも長め、敵に照準合ってないと発動できないんで、使うタイミングわかんねえのよ。パッシブモッドには必ず入れたい活発化。こいつでバンシーもリバイバーも圧倒的クール短縮できるんで、スキル使い放題になるんでめっちゃ重要。
活発化あるからこの CC タンクビルド組めたんすよ。あとは遠距離同打ちで圧倒的火力が出せる間一発に。敵倒す距離ごとに違ったハンドリング系バフが乗るこだわりを採用。パッシブモッドの方も活発化以外は完全に好みで OK です。最後はいつものステータスチェック。武器ダメ8万1000に、クリ率 52%、クリダメ 89% と、青森にしては頑張ってる数値。ストライカーと鞘のバフでかなり火力漏れるんで、これでも十分です。そしてリロ速 2.5 秒と、LMG にしては非常に快適なブルー。2秒台なら全然 OK、3秒超えるとストレスになってくる。防御面はアーマー147万に、自動回復3万4000とまずまず。一応ガンナーのパッシブタレントでキル回復 10% もあり。ただしエリボーも耐爆も全く持ってないので、そこまで硬さはガチではないです。アンブレとリバイバーがクール入りしてる場合は無茶しないのが大事。ってな感じの青森アイアンラングビルドで、炎上混乱無限ハメバトルイッタルで。むしろ敵モッドのショック弾ハメされないように気ぃつけてね。はい。今回はルーズベルト等のノラレジェパーティーに途中参加よろしくお願いします。ここは青森らしく前線へダッシュで移動。モッド第一人型エネミーと遭遇。パルス砲発射から持ち替えドラゴンブレスで楽勝。そのままアイアンラング無双でメカイッヌたちも削りまくれ。ここの第一エリアはウォーハウンド多いんで、パルスの混乱もラングの炎上弾も活かせないのが辛いところ。とはいえストライカー&サヤバフで火力自体も悪くないビルドなんで、メカ系相手でも気にせずぶっ破してれば OK。さらにシーズンモッドの影響で、全体的に火力底上げ環境なんで、青森や黄色森でも重機火力は意外と上がってます。つかサヤバフやっぱ強いなこれ。センチュリオンの鞘は持ち替えだけで連射も威力もプラス 20% されるんで、マジで強い。その後4人目の参加者も追加され、難所の飛行機墜落エリアに到着。前線で粘って寄ってくるメカ犬をギリギリまで迎撃。リロード中にメカ犬のポンポン砲直撃も、アンブレの即時アーマー回復でなかったことに。まだいけるぞ、ガンマチーム、交代するんじゃない？ディビジョンの新兵採用試験場はこちらとなります。魔法公務員に、俺はなる。よし、戦略的敵前逃亡。アンブレイカブルとリバイバーハイブのダブル保険で、無茶できるのも立ち回りガバプレイヤーにはありがたいビルド。でお決まりのヘリ降下部隊歓迎会のターン。こちらにヘイト来てないうちは、ともかく火力ねじ込んで DPS 出せばエアロの精神。今回タレドロ出してヘイト取ってくれてる味方さんいるんで、そこまで CC 役に固執しなくてもいいっすね。ノラレジェだとタレドロでヘイト管理してくれる人はマジでありがてえ。しかしここで左のタンクから狙われるピンチ。さすがに青森でもタンクとまともに打ち合うのはキビー。てことでカバー状態からバンシー砲発射。混乱取ったら持ち替えでサヤ爆発動しつつ、アイアンラングで攻撃。ここでバンシーのクールタイムに注目。中距離からの射撃で活発化モッド発動してるんで、クールがモリモリ減ってるのがわかりますね。ワンマが打ち終わる頃には再びバンシー打てるようになってるんで、カバー裏から安全にパルス砲で混乱取って、アイアンラングで削るの永久期間ができちゃうのよ。バンシーパルスは混乱時間が短い割にクールが長いのがネックですが、活発化モッドのおかげで連発できるんで、かなり化けますね。活発化のおかげで回転率の悪いスキルも、非常に活かしやすい環境なんで、マイナースキルの新たな使用法を考えるのが面白い。その後リバイバー救助でしっかりと運気せアッピルも、ハイブ拾えなくなるバグで絶望。ちょっと前からよくありますが、スキルバグって戦闘中に使えなくなるのはマジで治らんのですか？ってことで相手生き返しにますね。大体完全ダウンするか、スキル交換すれば治ること多いですから。蘇生ハイブは無事治りましたが、直後に味方さんにメイダウンの絶望的ピンチ状態突入もうダメだ、おしまいだ。とはいえタレドロさん生き残ってるんで、まだまだ頭数は揃ってるんで諦めんな。ウォッシュタンク倒したんで救助行くぞ。ちょっと待て、手前にもう1体おるやん。トリマバンシー混乱で時間稼ぎ。バックパックの出血ハイブだけでも壊せばなんとかな。無理でした。だが今度はリバイバー保険適用で無事ピンチ続行。危ねえし塗るんですけど、なんかの隙間にめり込んでセーフ。これは完全に運が良かっただけです。一旦落ち着いてっから前線復帰で、タンクと雑魚敵制圧。ソロでも青森高アーマー、CC 高速力、
サヤとストライカーの効果力バフと、バランスよく揃ってるビルドなんで、そつなくこなせるポテンシャルはあります。味方介護してくれてるんで、応戦しつつの時間稼ぎ。このビルドがパーティーで求められるのはやっぱクラウドコントロールによる高速力だと思うんで、バンシーパルスとアイアンラング炎上による敵の足止めは意識してプレイしたいところ。どちらも高速時間短めで人型にしか効かないと早い。一瞬でも動きを止めたり攻撃を中断させられるのはやっぱ強いんよ。ただどっちももうちょい高速時間伸ばしてほしい。それな。なんやかんやで無事ボス部屋到達で、ヘリ2機撃墜も問題なくクリア。シーズンモッドで全体的にプレイヤー側の火力は上がってるんで、ノラレジェもクリアしやすくなった印象。ただ敵モッド次第では反射やショック高速での事故率も上がってるのよね。特に無のマスターのショック弾ハメは理不尽度高いんで改善してほしい。では最後にビルド評価しときましょう。バンシーパルスによる混乱と、アイアンラングによる炎上で、高速しつつ安全に LMG の火力をぶち込めるバランス型 CC ビルド。火力面も、センチュリオンの鞘による切り替えバフと、ストライカーセットのスタックバフで悪くない威力出せます。防御面も、青森の高いアーマー値に、アンブレイカブルとリバイバーハイブの二重保険で安心。何より活発化モッドによるスキルクール短縮で、リバイバーもバンシーも使い放題なのが強い。実はこのビルドを支えてるのは、活発化による圧倒的クール短縮力なんよね。うまく立ち回れば、バンシー混乱、アイアンラング炎上、バンシー混乱と、無限高速ループも可能に。夢あるね。現実です。これが現実。でもリバイバー自己蘇生したからセーフ。そのままタンクもアイアンラングシュートで倒して一発クリアー。皆さんお疲れ様でした。アイアンラングも LMG ではトップクラスの DPS。さらにリロードも短いんで、めっちゃいい武器です。今すぐそのペスティレンスを捨てて、こいつを使うんだ。それは断る。リザルトはごく平均的な火力ながら、蘇生回数は今回もトップ。メインは高速と蘇生なんで、十分な戦果やろ。ってことでアイアンラング高速ビルド、お試しください。また次回。